チャオ、あっちゃんです。今日は、4月の11日土曜日です。はい、ということで411です。はい、ソニムラのね、米粉パンいただきます。これね、このまま生で食べようかなと、ちぎってね。米粉パンもちもちで美味しいからね。あると半分くしよう。はい。ちょっとあっちゃん耳のとこに、ね、いただきます。うん、耳ね、結構しっかりする。焼いた方がいいかも。硬いな。焼いた方がいい。これ焼いてこようか。ズボンに、ズボンに粉がちょっとこぼれてた。焼く？どうする？レンチにしようか。ちょっと温めてくる。レンチして。食べる？レンジで30秒な。1000ワットで30秒して。電話かかってきたよ、これ。ちょっと今、出話されて。コロナ打つんでって言うて。はい、レンジしてきました。30秒してきてんけど。うん、ふわふわだった。ふんみかたいな。うん。うん、耳はね、ちょっとこう焼いてカリッとして食べた方がおいしくなるから。白いとこはもちもち。おいしい。これは生より温めた方がおいしいね。もちもちやろ。うん、4分食べてね。うん、おいしい。お、コーヒー合うぞ。いいね。おいしいな。耳はすごいしっかりしてね。これ焼いてバタートーストしてもおいしいからな。
美味しい。すごいね。パソコン立ち上げたら今日から、YouTube スタジオ全部が新しい場になって見にくいわ。慣れるまで使いにくいこれ。ほんとずっとや両方使うとってんけどすごい使いにくい。うん、思ったけどさ、うん、コロナコロナとか言うけどさ、あのな、あの商品とかさ、ネットで買ったとしてもさ、そこにもコロナついてたらさ、子供を舐めたらそこでコロナ感染してもらうやん。うん、まあな、あかんやん。でも商品にはついてへんやん。もうそんな時間経ったら消えてるんじゃん。そうか、そこであれやん、届け物です。届けた人、うん、まあそこまで言い出したらな。なんかさっきからとね、タクシー乗ってな、コロナでもいいですか、ゲホゲホってした人おったらしい、うん、最悪や、そんなん捕まえたい、それ食べてみる、美味しいわ。捕まえてた、でもな、ほんまに接触感染難しいな、分からへんもんな、見えへんだけにな、まあ、要はアルコール除菌気ぃつけることや、怖がりすぎずに怖がることや、うん、その見えへんだけにな、相手を知ったらな、そんなに怖いもんじゃとか言ってた、その後死んでるのだったら怖いよ。怖いけど、でもそれも相手が見えたよ。電気も一緒や、電気って見えへんからみんな難しいって言うけどな、電気の流れを見たら、回路を見たら流れ分かるやん。分かるけど、うん、だからそれと一緒やん。プラスとマイナス逆やってんやろ、うん、いやそんなんどうでもいいねん、うんうん、回路を見ればどう流れてるからどうやって分かるやん。でもそれが分からへんからみんな電気は難しいって言うやろ。そう、うん、と一緒に、ま、な、本物が見えたらそんな怖くない。そんな言って、何万人死んでる人かわいそうってなるよ。何万人も死んでへんやろ、100人ほどやんか、コロナは。か、中国含めたな、ああ、世界含めたやろ、うん、それは各国の対応の仕方と医療のあれが違う。アメリカ感染率やばいね。アメリカはそれだけ人数多いやん。中国よりもあれ、中国とどもってアメリカ3つ感染する、うん、まあアメリカ人、それも人種のあれがあるんじゃん、なんていうの、中緯度とか、いよいよそんなの、だからその怖さっていうのは、日本はさ、からそういうところってあるやん、なんていう の、 なんやかんや言いながらみんなが注意してる、してへん人もおるけどしてる人が多いやんっていうのもあるんだよね、感染率が低いのは、それと島国っていうのはね、アメリカは島国じゃないけど大きいやん、だから情報が行き渡らへんところもあるやん。日本は島国やし、他から入ってくる。ヨーロッパは島国じゃないから、隣の国からっていうのあるやろ。イタリアもそうや。イタリア人はすぐあれやもん、中とかハグするもん。そういう国民やもん、しゃない。日本人って意外と人と接触せえへん、あんまり。それもあんのよ。ね、まあそんな話はどうでもよく、朝からね、そんな話をするのもどうかと思うんでね。うん、まあ、今日のあっちゃんの朝ごはん、米粉パン食べました。美味しかったです。
米粉パンはね、生食パンと違って、生で食べるよりも温めた方が美味しいね。もちもち感が出るから。今回、レンチンしてんけどね、トーストしても美味しいかもわからへんね。耳がね、結構こうもさもさっていうの、パサパサっていうのかな、ちょっとね硬い目やから、耳とかはねカリッと焼いた方が美味しいかもわからへんで、白いところ、中のねパンの部分のところね、白いところはもちっとして美味しいね、温めたらね、それもちり感はレンジしたら十分出たんやけど、これ焼いても美味しいかもわからんね。はい、ということでね、家族で食べたからもうほとんど半分以上なくなってるんでね、あのまたもしかしたら焼くかもわからへんし、動画になるかならないかわからへんけどね、焼いて、もあちゃんは子供が焼くかもわからへん。はい。ということで、今日のあっちゃんの朝ごはんは、米粉パンの食パンを食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでね、今日は、4月11日土曜日、またゆるっとゆるっとやねんけどね、もう1ヶ月ぐらいまた学校も休みでね、またまたね、体調とかね、なんていうの、ダラダラになってしまうと思うんだけどね、まあね、なんか知らんけど、夏休みより長い春休みになっちゃってね、これもね、全国的なことやから仕方ないとは思うんやけどね、もうなんか、なんだろうなっていうところもあるしね、まあでも、こういう年やと思って、今を受け入れるっていうのが一番やと思うんでね、今を受け入れて、間違った方向に行かんように正しい情報をね調べながら、一歩ずつ進んでいくっていうのがいいんじゃないのかな。だから今も子供とも言うけど、確かに見えへんくて怖いねんけども、全てじゃない、真実を見ようとする目でいろんなものを見て、いろんなものを調べて、自分で正しい道を歩くっていうのが一番やと思う。周りの、ね、意見とかに流されるんじゃなく、いろんな意見を聞いて、聞くなとは言わへんけど、いろんな意見を聞いて、自分なりの考え方と真実はどこにあるのかっていうのを見極めて、で、正しい方向に歩いていくっていうのがいいんじゃないのかなと思います。で、大多数の意見が正しいっていうことじゃなく、大多数に流されて後で考えたら少数方が正しかったなっていうことが多いんでね、そういうこともよく、自分の目で見るって大事なんね。どれだけ調べるか、どれだけ自分の頭を使うか、ね、要はレッツシンクなのね。みんなシンクせずに受け、今ここ最近ね、情報社会で、情報を口開いて待っとったら勝手に情報が落ちてくる時代、テレビの時代、ラジオの時代ね、それが終わって今度はインターネットの時代っていうのは、自分から探しに行かないと見つからない。で、自分から探しに行って見つかるっていう情報の世界になってきながらも、自分から行くんじゃなく、自分が到達できるように誘導されてる世界やねんね。だから今のインターネットっていうのは、検索の仕方でだいたい答え、ゴールが導かれてんねんね。そのゴールには間違いとかも多いから、自分の力で見極めるっていうのがすごい大事な時代が来てるんじゃないのかなとあっちゃんは思うね。それができずに、やっぱりテレビの時代で口開いて待ってたら情報が得られるっていう人たちが多い、まだね。だから間違えた方向に持っていかれてるんじゃないのかなっていうのもあっちゃん思うから、まず自分の力で調べて、で、自分で正しいものはどれか見極めるっていうのをね、力を磨いていかないと、本当に危険な時代になんないのかなとあっちゃんは思いました。朝からちょっと重い話ごめんなさいね、ということで、今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日も一日いい日でありますように。